一枚話。じゃあ最初に出てくるもの、象の、はい、じゃあ象からいきましょう。じゃあ象から始まる一枚話の始まり。さあ、あるところにですね、さあ皆さんお待ちかね、象が絵のクオリティについては、ね、何もね受け付けませんからね全く何もね受け付けませんからね。はい、じゃあ象がいました。さあ象ね、さあ象、今日何しましょう。象ブルーライトの横浜にたたずむ象。あ、横浜、ブルーライト横浜、ちょっとブルーちょっと表現できませんけど横浜に象が佇んでいるっていうのがいいですね。象が横浜に佇んでいます。さあ、じゃあ佇んだあとというか、まあ何しに来たんですか、横浜に象は。一人ぼっちで寂しいからお友達を探しに来ました。友達をね探しに来ました。さあ象の友達誰ですか。人間。ちょっと抽象的ですね。どんな人間ですかね。世界で一番背が高い人。あ、世界で一番背が高いビッグ人間みたいなのが横浜に出現して来てたんですね。なんかすごい遠くから見えそうな。さあ、じゃあ世界一高い人間と象は今日何しましょう。2人で散歩、まあなんかちょっとブラブラっとね、横浜ブラブラして、じゃあどこ行きましょう。散歩して黄金町。さあ皆さんやってきました、黄金町へ。ちょっとこの僕の描写力で黄金町も表現できませんけども、さあ黄金町にやってきた象と世界一背の高い人間は何しましょう。黄金町見どころ、遊びどころなんですかね。この2人がやりそうななんかことって何ですかね。芸を見せようと。あ、なんかちょっとね、僕らだったらなんかできるかもしれないね。この2人だったら何の芸ですか、2人でやるのは。川に入って水をブンと吹く。ああ、なるほど。川に入ってね、大川ですかね、これはね、大川に入って水をブーと吹きました。それを見てたのは誰ですか。子供たちが見てました。欄干からかな、まあ道路から子供たちがね見てる。反応的にはどんな感じですか。これ大爆笑受けてる。よかった。これね、もうちょっとこのビジュアルだけでもかなり受けそうですからね子供たちは大はしゃぎ。ちょっとこれでもこいつ何もしてないんですけどこれは何をしてるんですかね。これは背の高い人間は大川で取ったサンマを食べてる。あ、サンマを自分は食ってると。ただ大川のサンマを食ってますという感じで、食っているとどういう感じのことが起こるんですか。この後上流から赤い水が流れてきます。上流から、ちょっと意味深な、怖いよ。上流から赤い水が、これ何の水なんですか。この赤い水はトマトの何、液、トマト汁が流れてきた。なぜか。これなんでトマト汁流れてきてるんですかこのバトン、きついバトンが、山の神様が何かメッセージを送っている。このトマト汁によってどんなメッセージなんですか。このメッセージはみんな仲良くしようね。あ、みんな仲良くしようねっていうこうメッセージが、こうどう解釈したらそれがそうなのかもう全く分かりませんけども、でトマト汁流れてきた2人はどうしよう。なんだろう、まあそうだろうね。これなんだろう、どうしよう。避けるはちょっとなんか汚いみたいな。これお母さん、これスルーしちゃうんですかね。これ避けてこうスルー、サンマをトマト味で食べて、ああサンマ、これちょっとつけたらうまいんじゃないみたいな。これでサンマをじゃあちょっとつけてトッピングして味どうですか。これはトロピカル、なんか山の幸と海のこう幸が合体してうまいとなって感じで、象の反応はどうだったんですか。これ象はちょっと嫌がる、ちょっと嫌だなみたいな。嫌がってどうしました。吹いちゃう。もうこれ飲んで嫌がってるけども、一回体内入れて吹く赤い、なんかこれ子供たち的にこれ大丈夫ですか、この光景は。模様、虹が見えて、虹が、これトマト色のこう虹が見えて、おなんかこういうのもできんだみたいな、結構芸の幅広いなこの2人みたいな感じで子供たちはちょっと大受けと、そして、こうなってる2人で子供たちは大受け。いいですね。さあちょっとこれ終盤に近づいてきて、じゃそれを見ていたこう山の神様はね、これメッセージとかこうねどうなんだろうみたいなのは、山の神様的にはどうだと、うまくいったかなみたいな、あうまくいったんじゃないかなと、結構ニコニコとしていい感じで、じゃあ最後どうなりましょう、この状況を最後じゃあ山の神様を祀るトマト祭りを年に1回やればいいかな。これはいいと、これはいいから、山の神様を祀るトマト祭りをね、小金町でなんか新しいイベントが生まれたというこのお話。